もうこれだけ出すか。あ、普通に出ます、そっから。出ます。どうぞ。あ、それタオルの模様ね。いいね、はい、じゃあ体重測りますね。1055。体重測ったことあります？ないです。ないよ。はい。これから測った方がいいですね。3週間も食べてないの？多分それぐらい経ちます。6月は食べてますか？反対に。はい。食べてますか？卵を一回産んだんですけど。はい。何個産みました？9個。5月6月で9個。こんなちっちゃいのを1個。で、この次に、また、あ、もう一回産むんだなって思ったのが、この1個産んで、ゴソゴソして1個産んだの。で、それからなんか、何年もなくて。それでいつの話？一番最後。大体でいいですけど。7月、6月の終わりから初めぐらいに、1個産んで、多分また産むんだなと思って待ってたけど、全然産まないし食べないしって感じで。去年も産んでます。産んでます。去年何個産みました？去年はいつも8個とか9個を2回産むんですよ。なるほど。はい。8から9を2回ね。だいたい5月6月ぐらい産んでるんですね。そうです。はい。分かりました。でも食べない3週間か。うん、で4日ぐらい前に、本当にちっちゃい茹でたささみを一口食べて、もうポイって。もともと食べてるのはタミクロス、あのプレッタですね、はい、それから、飼育環境としてお家の中で飼ってらっしゃって、日に当たることは、日光浴は、ちょっと家の中に入れてたんですけど、あの春っていうか5月の終わりぐらいかな。で、元気がないから日光が足りないんだと思って外に戻したんですけど、でも一緒で、だから卵かなと思って。で、まあ日光浴はずっと続けてます。何分ぐらいやってます？あ、もう外にあれを置いて、その中に水張って、水場と陸場作って、はい、はい、分かる。だけどでもこの季節はさ、外にずっと置きっぱなしだとさ、水温が上がるから気をつけてもらえますね。そうですね、時々チェックしてお湯になってたら変えないとダメですよ。熱中症になっちゃいますよね。あ、熱中症になりますね。要は池の水でも温度あるじゃないですか。あんなにいっぱいあっても深いとこ行けますもんね。池だと。でましてやさ、あの容器の水はさ、めっちゃ温度が上がっちゃいにくいんですよね。そうすると危ないですね。メジャー持ってきて、メジャーが決めた。ちょっとサイズ測らせてくださいね。14。そしたらですね、はい、ちょっとまずレントゲン取ります、はい、それからご飯全然食べないんだったらさ、点滴してあげたりとかさ、はい、あのちょっと胃腸を浮かしの薬とか、まあいろいろやってあげた方がいいんだけど、まずレントゲン取らさせようで、現像しますからちょっと時間くださいね。現像出てるんで、はい、じゃあ料金説明とかした方がいいですね。受付で何かもらいました？自分と何をもらってない、まこの子で前に来たかもしれないですか。娘が連れてきてって、どこに行ったか。はい。で、診察券も多分娘がちょっと持ってて、仕事中だから電話できないんで。あれ、病院案内
はい、中田さん、病院案内でないレントゲンは、1枚2500円で、上の大きさだな。4方向と言えんだよ、神さん。立てたのと、真横と、うつ伏せと、仰向けと。はい。だから、うまくいけば2枚。でも、入りきれなかったら4枚。ちょっと大きいの4枚かな。そういうことになりますけど、ね。で、初診料が700円になります。はい。で、レントゲンが今言った4枚から2枚。かかります。はい。よろしいですか。はい。はい、じゃあこれを渡します。これ病院案内なんで見てください。はい。これなら、あ、どうぞ。うん。いいよ、止めて。